最初そうでもなかったのに後から好きになった馬娘に対するみんなの反応。最初そうでもなかったのに後から好きになった馬娘っておる？ Y は目白アルダン。ネイチャー。エアグルーヴ。まんまる。最近来てるのはパーマー。育成派よこい。殿下。カレンちゃん、キングヘイロー。アプリで育成後って話ならデジタン。後から好きになったパターンのが最初から好きやったパターンより多そうやな。オンジェイ。殿下はシナリオしてめっちゃ好きになった。殿下シナリオは釈迦反則や揃えたくなったわ。育成シナリオ最高は陰謀でええか。キングヘイロー。キングもええな。到着でアルダンや服着たるや。当選冗談定期。冗談はトレーナーが全トレーナー中最強レベルに有能でスコスコや。 Y はマンカフェかやべ。自己評価低い系のストーリーは初心者の頃はええんやが、普通にストーリー無双できるようなるとギャグにしかならんのよな。三冠ネイチャとか勝ってるのにストーリーの本筋は変わらんから、なぜか落ち込んでたりしてて笑えるよな。ダービー勝って小倉嵐に行くのくさ。ネイチャ、私なんて雑魚だから。ヒシアマゾン、私なんて雑魚だから。キタさん、私なんて雑魚で鼻もないモブだから。なんだこいつら。マチタン、Y なんて取り柄のない普通の馬娘や。クラシック三冠。育成シナリオはブライト、陰謀、耐震、こいつらが三強や。個人的には怒涛モスコ。ガチャゲーの宿命としてそうでもないキャラは引かないから、なんとも。なんでや、個別ストーリー4話まで見られるやろ。よせ、それは罠だ。6万、円課金でいくらでもキャラクターを追加できるってひょっとして超良心的では。カレンちゃんは見事に罠にかかった。キャルゲー全盛期に生きた人間だから、昔あったことがあって向こうだけが覚えてる設定にはめっぽう余縁だ。育成するたびに推しが増えるぞ。ほんまそれに尽きる。あまり興味なかった子でもたまたま引けて育ててみたら推しが一人増えてるのはよくあること。フラワーも良かったわー。あの時のあれが今みたいな時間の連続性を感じられて短いんだけど、大河ドラマみたいな考えが湧いてしまった。ブライトを育てる。ライアンを育てたくなる。ライアンを育てる。マックイーンを育てたくなる。マックイーンを育てる。こいついつも何か食ってんな。個別ストーリー見て我慢できなくなって引いたアルダンかなー。他の推しは見る前から引くの決めてたから。一目惚れで引いたけど思いのほかコミュ強で惚れ直した。風邪気味のパーマーに代わってカラオケ盛り上げてきますわ笑った。アルダンはキャラスト3話まではそうでもなかったのに、4話でおおおー引くぞってなったからめっちゃわかる。キングを初期配布にしたのほんと有能。初期配布のストーリー全員いいからなー。最初のダスカで片足沈めて他のキャラ全員で沼に押し込むんだ。リリースのスタートダッシュが完璧すぎる。ライス目当てにゲームから入ってスカーレット見た当初は、よくまあこんなテンプレみたいなツンデレキャラ作ったなとか思ったけど、めちゃくちゃドハマりしたわ。サイゲはほんとキャラの魅力の作り方がうまいんよ。これはキングでしょ。最初は差し短距離で敬遠してたのに、シナリオであんな後から株価上げてくるのは卑怯でしょ。もっとやれ。三冠取れなくて短距離路線に行くっていうわかりやすいストーリーなのに、初期の自分の腕だと本当にそのくらいにしかならないから、ストーリーと実際の展開が合致してよかったわ。マルゼン姉さんとカフェかな。マルゼン姉さんは言葉遣いは非常にあれだが、めちゃくちゃ可愛らしいし、カフェはメインシナリオがホラー気味だけど、カフェの出れ具合が可愛がすぎる。育成してみて好きになったのは藤木関と冗談。すり抜けできた子まだまだ溜まってるから早く育成せんとな。耐震かなー。ルックスは全然好みでもないのに、気がついたら入れ込んでたよ。イベント見てたら怒涛の可愛さに気づいた。怒涛のくじイベが好き。逃げようとするな。怒涛は上がりまくる実場の動画で好きになってしまった。育成そのものは、まあうん。
史実場のキングのエピソード知ってキングが好きになったな。で、キング好きになったら川上が好きになった。おそらく取り巻きコンビであろうローレル・ゲレイロや北さん三日月も欲しいわね。最近ならドーベルかな。川上のストーリーは俺だけが分かっていればいいな。これは爆心。うるさい子やなぁ。頭弱い子やなぁ。爆心爆心。ファインとかどうやって担当になるのか気になった子はシナリオ見て好きになった。おかげで好きな子がたくさんなのだ。川上や。カレンちゃん、ただのあざといキャラかと思ってむしろ敬遠してたのに。今ではお兄ちゃんですわ。カレンちゃん大好き。ウマ娘のボスはカレンちゃんだと思ってる。キタちゃんのシナリオ分かってても血統がないと注目されないよね。ってやつだから。あの世界の観客が悪い、偏見。大物演歌歌手の娘なのにそんなに注目されないってのも不思議なところ、リアルのサブちゃんと同レベルならそれなりに知名度あってもおかしくないんだが。こっちでも大物タレントやスポーツ選手の2世がそれほど世間に注目されていないのと一緒や、親と別ジャンルの業界に進むんだったらなおさらや。ウマ娘ってアイドル的な要素もあるから、工業的なメインターゲットであろう若者には、演歌歌手のこともなんだへいくらいなんじゃないかな。逆に演歌聴くような年の人たちには、アイドル系の工業がしっくりこないとかで、ジャンルの壁があったりとかっていう妄想。ちょろいオタクだから基本的に育成した後だとみんな大好きになるわ。メジロライアンを知れば知るほど好きになる。本人育ててた時はそうでもなかったんだけど、ドーベル、ブライトの両育成とメイン最終章のパパっぷりで好きになった。筋肉キャラで少女漫画趣味と家族性だけでできてるような子だな。と思ってた。育ててみたらめっちゃ好きになった。ライアンの最後の有馬記念イベが好きなんだ俺。目白が増えるたびにライアンの評価が上がっていく。多分人気の伸び幅で言ったら一番だと思う。メインストーリーのブライトとの絡みも良かったよね。メインストーリー読む。この子めっちゃいい娘じゃん。気遣いできるしいいお姉さん、育成する。乙女だー、かわいい。ドーベル&ブライト育成する。お姉さん、パパよく周り見てるしめちゃくちゃ保護者してていい子すぎる、総合好きだ。シナリオの話でなんで千代ちゃんが出てないのですか。千代ちゃんは正直一目惚れしたので、もちろんシナリオもすごかった。最初から好きだからに決まってるでしょ。シングレで初登場時に一目惚れしたから、実装されてシナリオも超満足。基本的に好きなキャラは一目惚れだけどキングはシナリオを見て好きになったわ。スマートファルコンのストーリーが好きだ。ひしあけぼのかな。すり抜けできて特に期待してなかったのに育成ストーリーでジーンと来て好きになった。カプリコで活躍してくれたのも大きい。ボのシナリオいいよね。わかるよ。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白ウマ娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。